法典半島寒部条約、または、両島寒部条約とは、1895年4月17日の下関条約の結果、一旦は日本への活動が決定した両島半島を、同年4月23日の三国干渉の結果、新国に返還することとした大日本帝国と大新帝国の間の取り決めである。百九十五年十一月八日、日本と清の間で、 北京において締結された。日清戦争では、広島市ついで下関市で、講和会議が開かれ、その結果、暴力港と両河に挟まれた地域の栄光、海上、鳳王城を結んだせにより、南側の両東半島を日本が領有することとなった。しかし、フランス、ドイツ帝国及びロシア帝国により、日本が、 両党半島を恒久的に領有することは、東アジアの平和を乱すものとして、両党官部を勧告する覚書を手渡した三国干渉の結果、日本はこの申し出を受け入れ、その地を深国に返還することとなったものである。日本側代表は、林忠だ清川側代表は、李工賞であった。主な内容は、以下の通りである。日本は清国に、両党半島を返還する。 新国は1895年11月16日に返還の代償金として日本側に銀3000万両を支払う。代償金の受け渡しの日から3ヶ月以内に日本軍が両党半島から撤退する。1898年3月、ロシアは清と旅巡行大連湾咀嚼に関するロ清条約を結び、両党半島に鉄道をつなげ、 軍港を建設した。ありがとうございます。